アルベロベッロのトルリ。とんがり屋根と屋根に描かれた白い模様が特徴。世界遺産に登録されている。トルロはイタリア南部のプリア州に多く見られる形式の住居。特にアルベロベッロの町では約1500件のトルロ軍が市街を形成しており、世界遺産に登録されている。アルベロベッロでは集合して存在することから、単数形であるトルロより、 複数形のトルリで呼ばれることが多い。トルリに対するカタカナ表記の揺れは激しく、トゥルーリ、トゥルーリ、トルーリ,リなどと示されることも多い。トルロとはイタリア語で、部屋一つ、屋根一つという意味があり、語源はラテン語のトルラである。トルロの構造がわかる模型サレント半島北部のバレディトリアの伝統的な住居である。平たく加工した石灰岩を積み、 壁を石灰で塗る。屋根は、塩水系である。はじめ白い屋根は、年月を減るにつれ南タリア特有の強い、紫外線を浴び、徐々に黒ずんでゆく。白壁には、紫外線を防ぐほか、外気を遮断して、保温効果を高め、室内を広く明るく見せる効果がある。部屋一つに対して屋根も一つあり、この集合体が一軒のトルーロとなる。部屋の間は、 仕切りがないため、カーテンなどで仕切られる。この構造には、諸説あるが、この地を治めた貴族が、王からの家屋に課せられる税から逃れるため調査の際に屋根を壊し、家ではないと主張できるように壊しやすい家を作ったと、する説が有力である。屋根の道路側には、白い模様が描かれてあり、呪術的な意味を持つとも似たような形状の他の家との、 区別のためとも言われている。屋根の頂上には飾りがついていることがあり、これも宗教的な意味と区別のためであると言われる。人々は昔からのトゥルッリを修復しながら大切に守ってきた。材料は全て石灰岩。19世紀半ばまではつなぎを一切使ってこなかった。石灰岩を場所にあった形にカットし、それを隙間なく積み上げていく。 屋根の石を円形に積むのはその強度を高めるためである。トルリには生活に欠かせない工夫も施されている。このあたりは川や湖がなく、降水量もわずか。しかも薄い井戸上のもとは巨大な岩盤になっていて、井戸を掘ることもできなかったので、円水系の屋根で受けられた雨は、傾斜によって雨水を集め、 水路を通して床下の貯水槽に貯められ生活用水に使われている。ありがとうございます。